こんにちはサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます2021年第30回 APS カップ東京本大会が9月18日ライフル9月19日日曜日がハンドガンクラスの受付が開始されました7月30日から8月13日までの受付ですので9月1819とはいえもうね出たい方はとりあえずエントリーすることをお勧めしますという感じですね、はい、APS の本大会はねすごく良くてこの時期に合っててっていうのはもう 開会式、閉会式、もともと出なくてもいいし、あの自分が指定された時間に行って、自由検査を受けて、試写をして、これで3コースバッと回ったら、もう1時間かからないとか、それぐらいのレベルで終わるんですよね。なので、非常に接触者も少ないですし、見学とかもなしなので、かなりね、余裕があって、あの、いい感じにできると思うんですよね。はい。年2回なんでね、しかも去年はなかったので、 それでねただ、あの緊急事態宣言が出てるじゃないですか、だからそれが伸びたらね、ね都が持ってるところでやるので、もしかしたら、場所が使えないって言われたらもうどうしようもないんで、そうなるとね、ねもしかしたらできないかもしれないですけど、とりあえずまあエントリーはしましょうというお話ですね。はいえー、ライフル私はライフラーではないですけど、えー、とまあハンドガンの話すると、フリーサイト部門から8時受付と。 そして競技とお定員294名、17時終了予定、えー、参加料は6000円、ユーザー会員は5000円で。これ、なっといた方がいいですよ。あのあの会員入ると、毎回1000円引かれるので、1000円かかるけど、だからその場で入って、ユーザー会員になるのなったらもう次がいけるんでね、まあ、それがおすすめ。値段一緒ですしね。 感染症対策の注意事項、はい。競技は基本的に選手とスタッフのみがいる中で行うと。開始10分まで,までは内情禁止。この前も、ねあのー、静岡の機下で行われた公式でも、まあ、そういう感じで、来場を指定して以前に来るのはダメっというふうにしてましたね、はい。空調も使用し、換気をする。マスク完全着用。あ競技連時代射撃時もマスクが必須と。 やっぱりそうですよねなんで、朝一の練習とかは、ね、一応マスクをしながらやったりしてました。ジャパンスティールもそうなのかな、なんかジャパンスティールは競技、あのレンジ内、僕咲いたら大丈夫っていう話もあ,ったあるって誰かがおっしゃってたんですけど、まあどうなんですかね、見たところよく分からなかったんで、もう知ってる会社とかいらっしゃったら教えて,てください、はいえー。見学はダメと 完成目的だわ。だから撮影どうしようかな。当日ね、上の階で体験会を多分やる予定なんですよね。なので、うん、多分ね、そこら辺のところで多分私はいるとは思うんですけど、まあそこら辺は、あの、教会の方とも話して撮影できるかどうかは、ちょっとやりたい、あの、その、お話し合いをしてからね、決めたいと思います。はいまあ、この前の菊川のはね、あの、撮影しておりますんで、まあ気になる方は。 あの本大会の動画もね、前の、もうげてます。13日までに申し込みしましょうという。いや、いいですね。今回からオンラインで入れるんで、前までね、ハガキだったんですよね。素晴らしい。うん。いいですね。参加訪問しない方で、従来の方法でのエントリーもできるみたいですね。はい。あのジャパンスティーチャレンジみたいにね、もうすぐ <laughs> 埋まっちゃうみたいなことはないと思います。 がまあ、早めにに忘れれないうちにエントリーされることをお勧めしますというわけで、いやー、よかったですね、本大会エントリー。いつもだったらね、5月ぐらいにエントリーを受け付け終わってで、9月だったんですけどね、さすがにまあこの時期なんで、かなりギリギリまで待った形になりましたね。はい、というわけで、まあ、会場で <laughs> これ見てる方でお会いしても何もできないですけど、会、ま、釈、あ、するぐらいですかね、あまりお話とか。 もともと撮影してると何もお話はできないと思うんですけどね、まあ、ちらっとでもお会いできたら嬉しく思います。というわけで、本大会でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。